はい、今回15日に発表された新型クラウンのクロスオーバー RS アドバンスドと、で、もう一つのグレードが新型クラウンクロスオーバー X で、最上級とベースグレードの方ですね。で、いつもはスペックとか価格一覧の方を紹介するんですけどね、もう判明してるんで、見積もり書の方だけ紹介していって、まず X の方から、ボディタイプが SUV で、で、排気量は直四 2.5 リッターですね。RS 以外は全部パワーユニットは一緒で、で、駆動方式はもう全車4輪駆動車。で、ミッションが CVT で、RS は、まあ、後で紹介しますけど、6速 AT で、6速オートマ、フロアシフト、ボディカラーが、プレシャスホワイトパールで、型式はこんな感じですね。で、オプション関係で内装。今回のクラウンは外装もかっこいいんですけどね、内装も質感高くて、まあ、デザインもかっこよくて、シート表皮、ブランノーブ、合成比較、で、インテリアカラー、シートカラーはブラックですね、標準。タイヤ225、55R、19インチタイヤ。19インチアルミホイールで、切削工期×ブラック。で、センターオーナメント標準。で、メイクオプションの方が、まあ、ボディ色、プレシャスホワイトパールで55,000円。まあ、モートンのブラック以外は有料色で、ツートンは165,000円だったと思います。ツートンは結構微妙なんで、やっぱりホワイトのモートンが一番似合いますよね。まあグレーとかブラックもかっこいいんですけどね。スペアタイヤ14,300円、 ITS コネクト、ディスプレイオーディオ、コネクティとナビ対応で375,100円。メイクオプション合計444,400円で、で、付属品、防静処理大型21,450円で、盗難防止ナンバーフレームセットプレステージ8,910円で、サイドバイザーベーシック35,200円で、合計65,560円で、その他ディールオプション、ガードコスメセダン、コーティング77,000円で、 CPC プレミアムコーティング WG、 これは132,000円で、 ETC セットアップ2,200円で、ガソリンレギュラー13リッター、まあ、納車の時ですね、入れてくれて、タンク容量ちょっと忘れたんですけどね、まあ、3分の1ぐらいは入ってると思うんですけどね。で、フロアマットエクセレント、ロイヤルが高いんでしたっけ、67,100円で、合計278,300円で、リサイクル関連費用、まあ、15,220円で、で、諸経費関係はまた RS と違ってくると思うんですけどね、 X の場合が自動車税4月登録 39,800円、環境性能割 125,100円、重量税が免税で、自賠責36ヶ月 27,180円、税金保険料合計が192,080円、検査登録手続き代行 25,608円、車庫証明 15,400円で、納車費用届けてもらった場合9,570円で、下取り車手続き代行15,070円、査定料6,050円、資金管理料金290円で、希望ナンバー5,940円、課税分、販売所費用合計が77,928円、扱い法定、新規検査登録手数料6,660円、車庫証明2,700円で、下取り車500円、リサイクルの削減の料金が14,930円で、印紙200円で、預かり法定費用の合計が24,990円で、で、クロスオーバー X、エントリーグレード、ベースグレード、車用本体価格が435万円で、メーカーオプション444,400円で、ディールオプション合計343,860円で、足して5,138,260円で、税金関係で、諸費用、預かり方法で出して、諸経費合計294,998円で、内消費税474,199円で、車用本体プラスメイクオプションで、ディーラーオプションで、諸経費出して
543万3258円。今回のクラウンに関しては値引きはないみたいで、まあ、一部販売店によってはまあ付属品か5万、車両本体か5万とかそういったのがあるみたいなんですけどね、まあ基本的に値引きはないみたいですね。もしかしたらメンテパックとかそういったとことか、あとはバイザーマットプレゼントとか、あとはガソリンレギュラー満タンとかもそういったのは合うかもしれないですけどね、まあそういった従来の値引きに関しては今回のクラウン、今回のクラウン以降もしないという情報もありますし、そこら辺どうなんですかね、メーカー側からそういった仕入れが合うのか分からないですけどね、まあこんな感じですね。で続けて RS の方紹介していきます。で RS アドバンスと、まあ、こっちの方オプション関係同じようにつけてるんで、もうさらっと見ていって、 2.4 リッター、まあ、4駆6速オートマ、ボディカラーブラック、プレシャスホワイトパール、こっちツートンですね。型式はこんな感じで、で最上級に関しては、まあ、レザーシートで、シートカラーブラック×イエローブラウン、まあ、結構奇抜なシートカラーですね。タイヤ225 45R21、 切削後期ブラック、センターオーナメントのアルミホイールで、でメイクオプションですね、ドライバーサポートパッケージの方 RS の付け入れて236,500円で、あとは基本的に同じで、メイクオプション合計401,500円で、ディールオプション65,560円と201,300円ですね。で、リサイクル資金。で、RS アドバンスドの諸経費。自動車税4月登録39,800円。環境性能割172,300円。さっきの X と比べた場合、5万近く高いですよね。重量税も免税ではなくて15,000円。まあ、ターボ付きなんですけどね。まあ、ワンモーターのハイブリッド車なんですけど。で他に関しては一緒ですね、 X と。で最上級の RS アドバンスド、車両本体640万で、メーカーオプション40万1500円、ディールオプション26万6860円で、車両本体メーカーオプションディールオプション足して706万8360円で、諸費用35万7198円で、消費税649,663円で、車両本体メーカーオプションディールオプション諸経費足して742万5558円、まあ、こっちの方も値引きなしですね。 X が543万3258円で、で RS がアドバンスとか742万5558円なんで、まあ大体200万ぐらいの差ぐらいですかね。まあ、こうサポートパッケージ2ですね、236,500円つけたのもあって、で諸費用関係 RS の方が若干高いんですよね。はい、今回新型クラン RS アドバンスと DX の三つ折り書の方を紹介しました。